久原光久原る、久原らみつる、1856年1月5日、安政2年11月28日から1919 19年、大正8年11月21日は、明治時代から大正時代にかけての日本の科学者、理学博士。第一高等学校、東京大学教養学部の前身校長、東京科学会、日本科学会の前身の一つ、 会長、京都帝国大学、京都大学の前身理工科大学長、総長を歴任した。研究者としては、有機化学を専門とし、特に、ベックマン転移の研究などで業績を上げている。1855年、安政2年、代々津山藩の藩位を務める空原家の9代、双方の息子として、現在の津山市に生まれた。なおみは、科学者になったが、 弟が医師となって、父の後を継いでいる。津山藩の藩校で、漢文や数学を、1868年、明治元年からは、三つくり林の塾で英語を学んだ後、1870年、明治三年に、全国から集められた、高新生の一人として、大学南校、後の東京大学に入学した。開祖した東京大学。 旧制の理学部科学科を1877年、明治10年12月19日に卒業し、学士、理学士の第一号となった。なお、卒業研究では、日本の染色及び、夏染法を研究している。1878年、明治11年4月に、東京大学理学部の準助教、現在の助教に就いた。同年には、現在の日本科学会の元となる。 科学会を設立し、その初代会長となった。翌1879年、明治12年、アメリカのボルチモアにあるジョンズ・ホップキンス大学に留学し、サッカリンを発見したレムセンの下で、有機化学の研究を行った。1881年、明治14年には6月から9月まで、エール大学で、鉱物学を学び、同年10月に、ジョンズ・ホップキンス大学に、 学位論文を提出して、翌月に博士号を取得し、12月に帰国している。帰国後、東京大学理学部の小石川植物園や博物科に勤務した後、1884年、明治17年に同大学の教授となった。翌1885年、明治18年に医学部教授も兼務し、1886年、 明治19年に東京大学予備門の教諭になる。予備門の改祖により第一高等中学校の教諭となった後、1889年、明治22年に同校の教頭となる。1891年、明治24年には帝国大学から理学博士の学位を授与され、1894年、明治27年に第一高等中学校の校長に就任した。 1898年、明治31年、創設されて間もない京都帝国大学、現、京都大学理工科大学の教授となり、科学講座で有機科学を担当した。1901年、明治34年に欧米を歴訪した後、1903年、明治36年に、中澤岩田の後を受けて、理工科大学長、現在の学部長に就任。1906年、 明治三十九年には、帝国学士院、現、日本学士院会員とな。九百十二年、明治四十五年五月八日、京都帝大総長事務取扱い、同月十三日、同総長に発令され、京都帝国大学の教授としては初めて総長となった。翌年に総長を退いた後はサルバルさんなど、ヒソ化合物の研究を行う一方、 付属科学特別研究所の設立を目指した。この研究所は1915年、大正4年に設立され、1926年、昭和元年に科学研究所ができると、その一部門となった。1919年、大正8年11月21日、慢性期間支援により亡くなる。ご日は、津山市西寺町の超安全寺にある。 東京大学を卒業して、順助教であった頃には、多年草の紫を研究し、染料となる、含有物質に著の分子式を与えた。この結果は、ロンドン科学会、現、イギリス王立科学会に報告されている。留学後、ジョンズ・ホップキンス大学では、特別研究員として、硝酸根液を利用したビスマスの質量分析を行った。 さらに方向属化合物の置換器の反応性に関連してパラブロモトルエンの研究をしていい。このほか、フタルイミドの合成やニトロメダキシレンへの酸化剤作用、アミドトルイル酸の変換などの研究を行った。帰国後、東京大学では塩化フタリルの構造の同定やアウグストビルヘルム・フォン・ホフマンのアンモニア成分検定器に着想を得た。 抗議用の空気成分検定器の開発を行った。第一高等中学校での研究では、アセトンとアルデヒドアンモニアを高温で反応させ、その生成物をさらに分離して得られた、生成物は強い毒性を持ち、一滴でカエルを死亡させることを明らかにした。なお、この成分をキ気流酸と蒸留すると、メシシリオキシドが得られる。また同行では、小脳の比重や、 姿を調べ、乾式有機化合物であることを確かめた。京都に移って、以降は、有機窒素化合物の研究を主に行っている。具体的にはなどの研究である。インディゴの研究では、合成の過程を調べて、新しい合成方法を探求した。またハロゲンイミドエステルなど、ベックマン転移が起きるか不明だった、様々な物質を研究して、反応機構を明らかにした。 ベックマン転移に関しては11法の論文を発表しており、特に反応中間体の単理に成功したことから高い評価を受けている。フタルイミド研究では、塩化フタリルとアニリンの反応で、アルファジアニリノフル酸という新物質を発見した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。